スーパーセンターオークワ南紀店は、和歌山県新宮市佐野にあるオークワが運営するショッピングセンターである。アメリカ式の複数のロードサイド店舗で駐車場を囲む形式が特徴。同一の証券内で直接競合する大型小売店舗としては、イオン、新宮ショッピングセンターがある。なお、新宮市の中心部にあったオークワは当店舗の開業後に規模を縮小。 レギュラー業態の多くは、新宮中市、町店に格下げされた。当店舗と同じ新宮市佐野地区に存在していた多くは、新宮佐野店は閉店された。当地はかつて、友江川製紙所新宮工場が稼働していた場所である。製紙工場が撤退した12万平方メートル余りの広大な敷地に、約2000台の駐車場スペースと、 平屋建ての店舗を配置する大規模なスケールのショッピングセンターが出現した。近隣の証券である新宮市の中心部からは約7トル離れているが広大な駐車場を配置していることからも当初から自動車によるアクセスを見込んだ国道42号のロードサイド店舗として開発されたことが伺える。スーパーセンター大久保は,は西日本に店舗目のセルフレジを設置し、 すべてを集約レジとしている。オープンモール形式のショッピングセンターとなっており、敷地の北西部にスーパーセンター,オークワの建物があり、その周辺に専門店の建物が立ち並んでいる。スーパーセンター,オークワの建物は西側に直営売り場があり、東側にフードコートなどの小型な専門店が並んでいる。ありがとうございます。